この試合終わったら自分にご褒美あげるんだ。うるせえ。あと、肉まんチンして食べるんだ。あら、ささやかね。マジでお前。お前マジでそんなこと言っちゃっていいの？ああ、出た、ポンチョだ。あ、イーターだ、しかも。いいね。イーターか。ポンチョのイーター来ました。ポンチョのイーター、あれじゃん。ゼロキルじゃん。動けないやつじゃん。さて、やばいぞ。研究員でーす。方向感覚がわからなくなるぜ、これ。あれ違うな。あ、早い。もう誰か早めに使っていくよ。誰？忖度って大事よ。え？夏？え？夏？ちょっと待って。また方向感覚わかんなくなった。忖度って大事よ。え？何この人。方向音痴だしダメなやつじゃないの、ウィーター。ちょっと、真上にコンパスつけといてくんね。どういうこと？PUBG みたいな、なんかこう。あ、あいつ、違った。ちなみに僕、DNA です。はい。あれなんだこれ？あとはあとなんだっけ？僕、ボディーガードでしたもん。まあいいやつはいいよ。ボディーガード？バカ、吹っ張れた。あと何しよう。部長。部長。これかー。でっけたー。てか食らってね。俺。いやね、目の前通り過ぎてたんです。あれゴリラなんなの？ボディーガード。ボディーガード。ボディーガード。後ろ。さっき2階で当たったわ。アイズダメが？部長。部長。バイ部長。え、待って、バイ部長後ろが？ごめん。あ、これこうか。あ、もうこれ治ってるやつや。え、後ろボディ。え、後ろボディ。違う、俺ヒラだよ。俺ヒラ。ヒラだろ。これ俺がボディ。俺がボディ。俺がボディで。それがわかんないのかな。なぜかぶるのか。なんだと思う。モンスター。さらっとさらっと逃げられるのつぐらいは。なぜだろう。後ろじゃん。うわあ、待って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 。待って。俺か。早い。え、嘘。マジか。早い。あれもう直すの。ちょっと待ってよ。え、待って、誰直したの？あれ、部長やれよ。部長。ちょっと待って、待って。あ、下、誰か入ってる。誰今？一回。誰だ？一回行ってんぞ。待って、ごめん、落としてる。え、夏か、あれ。え、誰だ？間に合わねえ、あそこは。遠い。やっべ、ちょっと俺やった。おい、この野郎、お前。あー、逃げられたー。なんだこれは。速攻だった。まさかの速攻。インシブってかなんか本物部長なんかなと思ってやっちゃったな。ちゃうんですよ。いやー、あと1秒欲しかったな、くっそ。いや、たまたま1回でただただ黙って勝てた。すげえ。珍しい試合。いや、あの、なんかしっくりこねえな。じゃ最初その喋る前にこう暴れ回ってあいつやべえスパイだぞっていう演出してからこうかき乱して死のうかなと思ってたの。でさあ行くかっつったらブレーカー直って目の前のエレベーターガチャって開いちゃったから入っとろみたいな。待って誰の？だってしもたね。誰の血も流れなかったな。平和だった。ただ最後にただ夏を手厚く。実質多分三四パートぐらいしか残ってない。いいぞ。引いてもらおう。よし、オッケーです。あ、そっちだ。スキューバー。ワンヒッターをなやってみたいところではあるんで。お前ら二人はシリアルスキラーしかしてちょっとそれ譲ってくれよキラー来てるぞもうごめんなこれ外れないんだかっこいいなんかちょっとかっこよかったな呪われた呪われた装備感出てるよかもういきなり見つけないでくれます僕のことゴリラ君誰に改造されたのこの中のえ重い、重い。おっと、それはあるやつだ。ドクターリュウエン。あいつ、よく法に触れるからな。法律で反復くるじゃん。ルルルルポンチョを生贄に召喚。そんなにか
簡単に言わないでよ。いや完全に俺が。ああ、いけにえになる。だって完全に俺がゴリラに追われてる時にあいつ横切ったの俺を通り過ぎたから。おぶねえ。絶対あいつ狙われたわけ。いや今のは神回避でしょ。役職は僕は部長でございます。どこ平研究員しかわかんねえなぁ。私ボディです。あーこういうことか。夏何僕研究員。研究員しか言ってねえな。あのなんか変なやつはポン P から始まる変なやつポンポコポン被ってねえ。僕DNA。あれ全然かぶってない。あれいや、俺と夏、平研究員って。平同士。じゃあそこだけか。平同士だな。なるほどね。やってもらって、そっから決めよう。後ろ、うわぁなんで来んの。えいや、ポンって追ってたらお前じゃねえ。ラッキー。すっげえ鈍いよ、ラッキー。ちょっと待って、竜炎なんだっけ。意味わかんないんだけど。あ、ここか。はいはいはい。竜炎。見にくい見にくい。こうだ。本当にわかんない。あんま俺役職聞いてなかった。誰が誰だっけ。やるつもりだったのにな。とりあえずバイザーウェイはスパイ。役職聞いてなかった。役職聞けてなかった。バイザーススパイね。バイザーと誰がかぶったの。夏。バイザー夏。夏。もうちょっとね、なんだっけ、竜炎が部長。はい。で他はマルモレモリモリです。あ、僕 DNA。はい。で後ろのボディかな。ボディです。なるほど。完全。ひらひらか。あ、でこうか。じゃとりあえず竜炎の占いやってもらえるんじゃん。こうか。違う。それでバイザーがスパイだった。あ、そう。じゃあゴリラ協力するぞ。ゴリラ。協力協力。早い。早い。あ、行った。じゃあ思考思考よろしく。早す。ゴリラ。なになに？ちょっと僕も協力したいなぁ。お、どっちだ君。変なことしないで。僕も協力したいなぁ。やめて、ちょっと。スパイは。冗談じゃん。冗談にならないから、それ。冗談にならないから、それ。君はぜひとも協力してほしい。強いから。誰かに答えました。ゴリラさん。できたら僕もそちら側入れていただいて。うわ、マジか。いやぁ、最悪。はい、ドリーやっちまったー。きますやつ。きついきつい。ちょっと待って。どんどんやろうぜ。ついな。ゴリラ殺さなきゃ負けるぞ、お前は。全員殺さなきゃ負けるんだから、そのことを忘れんな。ただ俺は優先順位後回しにした。いや、俺も後回しした瞬間。投げ倒していくから。いや、関係ないから、ゴリラして。それ騙されんな。とりあえず目の前の人間を殺。東海の誰か行ってるぞ。みんな東に集合だ。東に夏がいた。なるほど。西には冬がいる。はい、失礼しました。あ、ちょっと、バイザー協力じゃないか、どちらかというと。マジなの協力しちゃっても最低的に。あれだね。ありがとうとだけだけど。ちょっと、エレベーターと怖いよ。エレベーターどこ？おい、お前ら！ここで本当のことよ。俺は実は本当は研究員なんだ。お竜炎が嘘をついた。竜炎が俺をスパイって言ったけど、本当は夏と竜炎がスパイだから俺は人間だ。信じるぞ。で竜炎を占ったらスパイだ。竜炎スパイだ。悪いな、ゴリラ利用させてもらったぞ、お前。マジか、お前。エレベーターは間に合わないぞ。さすがに俺は逃げるぞ、じゃあ。俺も逃げるぞ。大丈夫だ、これで。あ、ダメか。間に合わなかったな。めっちゃ刺さってんじゃん。俺はないっすよ。ミスったそんな勝ち方ある？ああ、くそー。ダメか。エレベーター間に合わんかった、最後。おいら、もうやめた方がええぞ、多分。もう何がお前、そうやって騙されて負けるんやで。やばいぜ、強者じゃん、こんなん。正直言うなら、俺はもう、ゲーム盛り上がればいいよ、とりあえずは。いや、勝とうか。あとは、お前、勝つんだよ、どこのやろ。ちゃうね、勝つのが先やねん。あのな。すかしてんじゃねえぞ、お前。ゴリラ、それなら俺、ずっとここ何ヶ月も俺、ブレーカー直したら勝ちみたいなとこやってるから。俺、今日2個直したから、もう大丈夫なんだよ。
大勝利。大勝利やな。大勝利。じゃあちょっと真面目にやるか。ちょっとせめて勝敗のラインは超えてきてよ。勝敗の上にこの盛り上げるあるからね。勝敗の向こう側で楽しんでよ。お前勝敗の手前で楽しまないでよ。